こんにちは、コロマナです。今日はあやとりを使ってお星様を作ってみたいと思います。まず、いつものあやとり紐を二重にしていただくか、短いあやとり紐をご用意ください。両手にこのように引っ掛けます。人差し指でまっすぐの紐を下から作って、反対も同じように下からすくいます。するとこのような形ができると思います。人差し指の奥にかかっているこの紐を親指で下からすくいます。すると親指に2本の紐がかかっていると思います。この2本の紐の下の紐を外すとこのような形が出来上がります。次に小指の紐をどちらも離すとこのような形ができます。この中央の紐の上にある紐に小指を下からくぐらせて取ります。親指の紐をどちらも離してこのような形を作ります。最後は親指で小指の手前の紐を下からすくって、どちらか片方の小指の紐を離すとお星様の完成です。ちょっといびつになっているなっていう時は指でずらしながら調整して、綺麗なお星様ができるようにしてみてください。では今の流れをもう一度最初からやってみたいと思います。人差し指で下からすくう、親指で人差し指の奥の紐をすくい、下にある紐を外します。小指の紐をどちらも離して、中央の重なった紐の上に下からくぐらせてこのように取ります。親指の紐をすべて離してこのような形を作り、親指で小指の手前の紐を下からすくって、小指のどちらか片方の紐を外して完成です。もう一度ゆっくりやってみたい方は動画を最初からご覧ください。それではコロマラでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。